こんにちは、浅川です。ちょっとね、今年から一人喋りの番組をやっていこうかなと思いまして、始めてみました。で、一人で喋るにあたって何を喋ったらいいのかなと思ってたんですが、気になったニュースとか話題とかを、その日にハテナのブックマークしてるんで、それを振り返る形で喋っていこうかなと思います。洗濯機に全裸でハマった男性、救出の瞬間は出産のようだったということで、海外のニュースですね。オーストラリア、シドニーということで、リンク先見てもらえれば分かると思うんですが、写真があるんですね。男性3人が洗濯機をこう奥を覗いてるような写真があるんですが、これね、よく見ると全然関係ない写真みたいです。イラク・バグダッドで、縦型洗濯機を見る男性とこれね、多分洗濯機を買いに来てる男性の写真を使ってるんだと思いますイメージ画像みたいなもんでしょうかね。このね、洗濯機にはまったという内容なんですが、オーストラリアのローレンさんという方がね、裸で面白いことをしようと思い立って洗濯機の中に入ったと。そしたら完全に体を中に入れることも外すこともできなくなってることに気づき、助けを呼んだということで完全に中に入れることもできずにってどういうことなんですかねダメだろ、完全に入っちゃ洗濯機の洗濯槽の途中でがっちり固まっちゃったんだね。これはおっかないよね。で、助けを呼んだって書いてありますけどね、どうやって助け呼んだのか、電話もねできないだろうし、大声を出すぐらいしかできないと思うんですけれど、洗濯機から抜け出せなくなったことに気づいた時何を思ったかと、質問され、救出した後ですね、質問されて、ローレンスさんはビールがもう一杯飲みたいと思ったと振り返った完全に酔っ払いだよね。立ちの悪い酔っ払いですよでもね、これ読んだ時に俺、この人詩人だなと思ったのよね自分がもうどうにもならない窮地に追い込まれた時に、ビールが飲みたいなっていうなんだろうな、もう勝てない戦場とか戦争に赴く時に、なんか最後のタバコ一本吸うみたいなちょっとかっこいいよねで、なんで洗濯機の中で動けなくなったのかというと、足を組んだ状態で中に座ってしまったと。だからあぐらを多分かいた状態で入っちゃって、その足が膝が引っかかって出れなかったんじゃないですかね。で、この悪ふざけをするローレンさんは、友達からはいつも裸のローレンスと認知されてるというだからこれだけじゃないんですよね、きっと。日本でいうところのバカッターみたいな感じのタイプの人なんかもしれないですね。洗濯機にはまった最初はほんの少しだけパニック状態になったが、友人に電話をかけて自分の苦境を語り、タバコを持ってきてくれないかと伝えたという。電話をかけたのってことは、やっぱ電話持って中に入ったのか。写真撮ろうとしたんじゃねえのかな、バカッターだなんだバカッターじゃんこいつ逆にでもこの電話を持ってったってのが命拾いですよね、完全に。で、その友人はマジなのと聞かれて、このローレンさんは、君が消防隊員か何かを呼ぶことになるだろうねと。ママかパパに言ってグラインダーを手に入れて真っ二つにしてくれと伝えたよと。君が消防隊員か何かを呼ぶことになるだろうねっていう。自分がこの洗濯機から出れないっていう状態をこう一個上から見ちゃってるよね、幽体離脱的な感じでそれがなんかすげえこう悟った感じに聞こえるんだよな、この人のセリフは。1111。そして到着した救助隊員の大半は衝撃を受け、多くの人たちが、自分の目で確かめようと洗濯機を取り囲んだと。物珍しいんでね、みんな見に来たわけですね。で、救助隊員は石鹸やローションなどを使った後、オリーブオイルにたどり着いたと。洗濯機を横にして、オリーブオイルをかけてぬるぬるっと床に滑り落ちた。まるで出産のようだったとこのローレンさんが好きなのはこの最後の言葉ですね。いいオリーブオイルを使われたことにかなりがっかりしたと付け加えた上で、救助隊員らの感謝の意を述べたといいオリーブオイルを使われてがっかりしたことも意味わかんないんですけれどその、何、感謝の前に、それを何、隊員に伝えて何の意味があんのいやー、詩人だよね。このね、記事の全容を読んだ時ね、フランスの文学者のアルベーユ・カミューを思い出したんだよね。異邦人のね、最後の殺人の動機が太陽が眩しかったからと述べた。みたいな。そういうわけのわからなさを感じたんだよね。というニュースでございました。